まあ、僕はパジェロ乗り始めて発売と同時からですからもう30年になるんですけども、まあ、オフロードレース参戦4年目ぐらいだったんですけれども、ずっとチャンピオン争いしたんですね。まあ、その時に、パジェロ発売になって、その初めて、まだセッティングも全くできてない状態で、オフロードコースに持ってきたパジェロがいとも簡単にタイムを塗り替えちゃったんですね。まあ、これは可能性がすごくあるなっていう非常に実感を持ちましたね。パジェロの、強さっていうのはですね、やはりそのラリーとともにどんどんこうパジェロってね進化してきたと思うんですね。ラリーっていうのは、極限の走りをするわけですね。まあ、そういった中で、本当にもう信じられないようなやっぱり車には大きなこう負荷がかかるわけです。これはテストコースではやっぱり得られないようなデータがですね、このラリー参戦を通じて、まあ、得られるわけですね。大きく変わったのはやっぱり3代目になってからですね。車の幅も、広げたんですけれども、やはりそのトレッドを広げて四輪独立懸架を採用したんですね。ここでグッとパジェロが、大きく成長しました。まあ、パジェロはですね、他の 4WD 車と比べてやっぱりいいところっていうのはやっぱり速度が上がれば上がるほど差が出てくるということですね。で例えば砂漠走っても本当にもうスピードが出れば出るほど車体がすごくこうね安定して、あとはそのモノコックボディのやっぱりその強さ、ボディ剛性の高さ、非常に安定して、まあ、速いコーナリング速度でカーブを抜けられますし、一番大きな進歩だったと思いますね。4代目になって、まあ、さらにそれをですね、受け継いでサスペンションの見直し等を行ってですね、まあ、ほぼ現状では4代目パジェロは集大成かなというふうに僕は思ってますね。まあ、それと今世界的にねいろんな異常気象ありますけれども、よく台風とかゲリラ豪雨で道路が冠水する場面というのはよくありますけれども、まあ、我々70センチの深さ の水槽でですね、車を走らせて試験してるんですね。非常事態のような、まあ、そういった時にやっぱり力を発揮してくれるのがパジェロじゃないですかね。やっぱり僕の生活の中に常にこうパジェロが横にあるんですね。オールラウンダー 4WD ですから、今までよりも一歩奥まで踏み込めれることができるというのがですね、やっぱりこのパジェロの魅力ではないでしょうかね。これから私たちが、パジェロのですね将来に向けてやっぱり思ってるのは、やっぱりスムーズ、セーフティー、まあ、そしてスピーディー、まあ、この3つですね、まあ、これをですね、まあ、どんどん磨きをかけて、まあ、これからもですね楽しい車作りをしていきたいなというふうに思ってます。